放送中の革命とみこちより第4話のあらすじと先行カットが到着した。革命とみこちは柏木優斗さんが漫画誌春田にて連載中の人気コミック。緑深い森で暮らしている身長9センチメートルの小人の女の子革命とみこちの日常が描かれる。2017年8月にアニメ化が発表され、監督はクズの本懐の安藤正臣さん、シリーズ構成が弱虫ペダル、ロンの音日和の吉田玲子さん。制作はモンスター娘のいる日常やクズの本懐を手掛けた気鋭のアニメーションスタジオラーチ、背景美術を担当する職人集団草薙とのタッグで、緑あふれる美しい世界を鮮やかに表現している。あるある森に住む小人の日常を描く革命とみこちアニメ化決定。アニメーションスタジオラーチが制作あるある2018冬アニメ、今回2018年2月2日金曜日より順次放送の第4話仕事の日に。と耳づくと昔話のあらすじと先行カットが公開。またキワメイドカフェとパスラにて実施されるコラボカフェ情報も到着しているので合わせてご紹介しよう。第4話仕事の日に。と耳づくと昔話あらすじ。スタッフ脚本大河内一郎、絵コンテ安藤正臣、演出鈴木香織生、作画監督藤田綾乃、あがたかおのれ鳴川隆、樋口博美、難波清美、作画監督補佐河野望み。ある日コンジュは革命とみこちの家へ新築祝いにハーブティーを持ってやってきました。コンジュにはみこちが新居を散らかしているように見えたのですが、実は仕事で保存食や日用品を作っていて、じゃが谷のふもとのお店に商品を卸しているとのこと。その店の名前は夢島商店。なんとコンジュがリピーターになるほどお気に入りのお店でヘルプ。コラボカフェ情報。キワメイドカフェ革命とみこちカフェ、開催期間2018年2月2日金曜日から18日日曜日。開催店舗キワメイドカフェ G ストアキバ 6F 詳細 URL コロン http://www.curemaid.jp 疑問符ページアンダーバー ID=134333 キワメイドカフェコラボ限定特典。なくなり次第終了いたしますのでご了承ください。2月2日金曜日から18日日曜日の期間限定でキワメイドカフェパセラ連動企画も実施。スタッフまでレシートをご提示いただくと特典がございます。パセラ革命とみこちコラボレーションカフェ開催期間2018年2月2日金曜日から25日日曜日。開催店舗カラオケパセラ秋葉原昭和通り館、詳細 URL http://秋葉-showa-topics.pasela.co.jp 201801/2018.html パセラコラボ限定特典。限定コースター、種類は選べません。なくなり次第終了いたしますのでご了承ください。2月2日金曜日から18日日曜日の期間限定でキワメイドカフェパセラ連動企画も実施。スタッフまでレシートをご提示いただくと特典がございます。作品情報継承略 TV アニメ革命とみこちアット X 毎週金曜日21時、リピート放送毎週日曜日7時30分、毎週月曜日13時、毎週水曜日29:0、東京 MX 毎週金曜日22時30分、再放送毎週日曜日11時30分、サンテレビ毎週金曜日24時30分、 KBS 京都毎週金曜日25対。最新情報 Amazon プライムビデオにて見放題独占配信決定。
1月12日より毎週金曜日22時30分頃から配信開始予定。その他 PC 携帯サイト他にて随時配信予定。